はいどうも池です。今日もルナシー関係の動画やっていきます。映像やデータはないけど見てみたい聞いてみたいライブ集ということで、多分なかなかねこういう話を取り上げる人はいないと思うんですけど、だからこそ取り上げたいと思うんでやっていきたいと思います。はい、ではまず一つ目のライブがこちら、マザーオブラブマザーオブヘイトツアーですね。こちらのツアーは1995年3月17日浦和市文化センター公演を皮切りに、全国27カ所31公演を行って、総動員数6万3000人を動員したライブツアーです。ツアーのファイナルとしては5月の21日に、名古屋国際会議場センチュリーホールで幕を閉じております。名盤マザーを引き下げて95年に回った全国ツアーです。で、僕がなぜこのツアーのライブを見たいのか聞きたいのかという部分なんですが、やっぱりマザーというアルバムの完成度ですよね。そしてこの時期のルナシーってこう尖りと柔らかさの境界線というんですかね、なんかそこのすごい狭間ができている世界観だと思うんですよね。初期の頃のこう荒々しさというか、まあ、狂気、そして後期につながるこう浮遊感、世界観、そちらの世界観を共存している、そんなツアーがこのマザーオブラブマザーオブヘイトのツアーだと僕は思っております。で、まあこの年の最後にやる、ルナティック東京、あれはもちろんあれですごいんですけど、そこじゃないですよね。もちろんあれはあれで完成されてすごいライブではあるんですけど、そこにたどり着くまでの過程のライブを見たいんですよ。うん。で、しかもこのツアーのセットリストっていうのがかなりこう、なんというかすごい組み合わせになっていて、まあ、まず、ラブレスから始まるのはもちろんそうなんですけど、そこからタイムイズデッド、ジーザス、イミテーションとかの組み合わせが結構定番になっていたり、あとは公演によってはラブレス、シブライス。やっていたり、一発目にシビライズが来たりとか、なかなかえぐいセットリストを作ってるんですよね。というわけで、その中でも特に異彩を放つセットリストを組んでいる公演が一つありまして、その公演が1995年の5月3日宇都宮市文化会館、こちらの公演がやばいです。1曲目ラブレス、2曲目シバライフ、3曲目フェイストゥフェイス、4曲目スレイブ、5曲目ブランチロード、こっから6曲目レイン、7曲目ジェネシスオブマインド、8曲目ナイトメア、ナイトメアですよ。マザーオブラブマザーオブヘイトのツアーでもナイトメアやっちゃうかと、やばいですね。しかもジェネシスオブマインドの後にやってるというのがさらにやばいという感じですね。この宇都宮市文化会館公演はマジで見たい。なんとか残ってるんだったらなんとかしてくれっていうぐらい欲しいんですけど、まあ絶対残ってないんですよね。ちなみに余談ですが、昔ルナシーフィルムっていうのをやったんですけど、その時のアンケートに俺確か毎回マザーオブラブマザーオブヘイトのツアーの公演をやってくれとずっと書いてました。はい、これが1公演目です。はい、続いて2公演目です。2公演目は、スレイブ限定劇の1996年です。なぜこの公演が聞きたいかというと、まず一発目の曲が TWICE なんですよ。で、このスタイルのツアー、まあ、この後にあるアンエンディングスタイルのツアーなんですけど、基本は With Love からスタートしてるんですよ。で、その後にある TWRISE、まあ、ホールツアーですよね、の時は TWICE スタートをしているものがほとんどなんですけど、まあ、TWICE 始まりをしているっていうのがまず一つ。そして、セットリスト、まあ、6月16日、6月18日の2日間やっているんですが、まあ、基本はセットリストは一緒なんですが、まあ、1曲目 TWICE、2曲目 G、3曲目 SLAVE、4曲目 SHIBRIZE、5曲目 HEART、6曲目 LOVE YOU、7曲目 RASEN、8曲目レイン、9曲目フォーエバー&エヴァ、10曲目が1999、11曲目エンドオブソロ、12曲目インフューチャー、そして本編ラストナイトメア、またナイトメアかいと。
まあ、そこもありますし、アンコールでリコールのアコースティックバージョン、次がウィッシュのアコースティックバージョン、そしてインサイレンスデザイアロージアという感じなんですが、まずトゥワイス始まりのナイトメア終わり、そしてフォーエバー&エバーがまあ中盤に来ていると、そして本編の後半がナイティナイティナイエンドオブソロインフューチャーと、今のライブでは絶対ありえないような組み合わせをしている、そしてリコールウィッシュのアコースティックをやっているという、なかなか今では絶対に見られないような組み合わせをしているので、これもなかなかいいなという感じで、このスレイブ限定ギグ96も見たいという感じですね。はい、では続いて3公演目ですね。3公演目は The Garden of Sinners。1993年から1994年にかけて、開催された The Garden of Sinners 全国19カ所20公演を行い、総動員数4万人を動員。追加公演は翌1994年2月の12日、初の横浜アリーナ公演を行う。この日の横浜は豪雨説、開催が危ぶまれるという危機もありましたが、嵐を呼ぶバンドの伝説に変え、伝説のライブの一つとなっております。さあ、そんなザ・ガーデン・オブ・シナーズの見どころとしては、2個前のサーチ・フォー・マイ・エデンのツアー、そしてその次のアンコールツアーを終え、始まったツアー、そしてその前までのエデンのツアーとはちょっと色を変え、1曲目からプロビデンスをやるというスタイルに変わっております。そして他にも見どころとしては、エンドオブソローの原曲をやってくれている。ファイナル以外のところでも実は、あまり知られてないですが、いくつかの公演でもやっています。で、さらにさらに、私 AK 大好きナイトメアもやっていますと。で、このザ・ガーデン・オブ・シナーズに関しては特にどの公演がっていうのはまあ正直ないんですけど、まあ一番いいのはナイトメアとエンド・オブ・ソローが被ってる公演があればいいなとは思ったんですが、僕が見ている資料の中にはその公演はなさそうなので、まあ特にどこの公演というよりは全体を通してこのザ・ガーデン・オブ・シナーズのツアーを見たい。まあどこでもいいっちゃどこでもいいのかな。うん。で、あとはやっぱりですね、こう、ルナシーの音楽の中で、マザーの手前であるということですね。まあ、完成されたアルバム、マザーにたどり着く一歩手前に行われたツアー、そして、サーチフォーマイエデン、そのアンコールツアーを終えて、さらにもう一度あるツアーだというところ。そこもまた注目すべき部分なのかなと思います。ちょっと動画長くなってきたので一旦この次で切ろうと思います。はい、というわけで最後、一旦最後5公演目、それがこちら、アンエンディングスタイルツアー2ライツですね。アンエンディングスタイルではなくて2ライツの方ですね。あくまで2ライツです。まあ、理由としてはさっきもちらっと話したんですけど、この2ライツは TWICE から始まってる。まあここが大きいんですよね、やっぱり自分の中で。トゥワイス始まりって聞いたことないんですよ、実は。まあ、もちろんこの実際のアンエンディングスタイルツアーの時もそうですし、まあ、スレイブ限定の96年の時もそうなんですけど、あとはあの降臨ツアーで11月25日だったかな、ゼップ名古屋の公演1日だけ、全部合わせて1日だけトゥワイス始まりの日があったんですけど、その日本来は行こうと思ってたんですけど、いろいろ仕事の都合とかで断念した公演だったんですよ。そこでたまたまやってたっていうのがあって、 TWICE スタートの公演にすっごい思い入れがあるんですよ、僕。はい。で、その TWICE のツアーでは TWICE をやりまくっている、 TWICE オープニングがほとんどだと。それは見たいわっていうことなんですよ。うん。で、そのトゥーライズのツアーの中で特筆すべき公演が1公演、1996年11月2日神戸国際会館公演です。はい。何が
すごいのかというと、1曲目は TWICE じゃなくて With Love からスタートなんですけど、1曲目 With Love、 2曲目 G、 3曲目 End of Sorrow、 4曲目 Love You、 5曲目が1999、 6曲目 Face to Face、 7曲目螺旋、8曲目が Genesis of Mind、 そしてドラムソロを挟んで Deja Vu、 Desire、 Time is Dead、 In Future Roger、 Celebs で、本編はまあこう普通なんですよ。で、アンコールが始まり、In Silence、 True Blue Wish で、2回目のアンコールがあり、 Forever and Ever、 通常はここで終わりなんですよ。なんですけど、この神戸国際会館公演のみ、フォーエバー&エバーの後にラブレスやってるんですよ。めちゃめちゃ熱くないですか、これは。まあ、この公演は、関西の、神戸の震災ですね、の後だと思うので、まあ、それに対するラブレスだとは思うんですけど、ラストでラブレスをやってるんですよ。熱くないですかこれっていうことなんですよ。はい、という感じで、この1996年11月日の神戸国際会館公演が熱いと。まあ実際リアルタイムで行ってないんで、もちろん分かんないですけど、この時のメンバーと、まあ、参加していた人たち、オーディエンスも熱かったんではないかなと、もう安易に予想ができるというか、まあ熱くないわけないでしょうということなんですよね。はいはい、というわけで予想よりもだいぶ長くなりすぎてしまったので、ちょっと半分までしかいけなかったんですけど、まずおさらいをしますと、マザーオブラブ、マザーオブヘイトのツアー、そしてその中でも1995年5月3日の宇都宮市文化会館公演が熱いと。そして次にスレイブ限定ギグ、1996年、ツワイス始まり、ナイトメアやってるよと。続いてネザーガーデンオブシナーズ、そしてアンエンディングスタイルのトゥーライズのツアーが熱いという感じで、このライブ見てみたいというのを集めてみたというお話でした。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。